同じき16日、鎌倉へ下りつきたまう。兵衛の助、急ぎ減山して。まず宗清は御ともして候か。と申されければ、折伏いたわること候いて、下り候わず。とのたまえば、いかに何をいたわり候いけるやらむ。意趣を存じ候にこそ。昔宗清がもとに候しに、ことに触れてありがとうあたり候しこと、今に忘れ候わねば。定めて御ともにまかり下り候わむずらん。とく減山せばや何度、恋しゅう存じて候に。恨めしゅうも下り候わぬものかな。とて下し踏みあまたなしもうけ、馬蔵物のぐいげ、ヨーヨーの者どもたばむとせられければ、しかるべき大名ども我も我もと、引き出物ども用意したりけるに。くだらざりければ上下ほいなきことに思いてぞありける。6月9日の日、池の大納言、関東より昇落したまう。兵衛の助、しばらくかくておわしませかし。と申されけれども、都におぼつかなく思うらん。とて急ぎ登りたまいければ、荘園資料一緒も相違あるべからず、並びに大納言になし返さるべきよし、法皇へ申されけり。蔵置馬30匹、裸馬30匹、長持ち30枝に、箱金染め物巻絹風情のものを入れて立て祭りたまう。兵衛の助、かようにもてなしたまえば、大名小名我も我もと、引き出物を立て祭る。馬谷も300匹に及べり、命生きたまうのみならず、徳ついてぞ帰り登られける。同じき18日、肥後の神定義が叔父、平田の入道定次を大将として、伊賀伊勢両国の住人ら近江の国へ打ち入れたりければ、源氏の罰用ら発行して合戦をいたす。両国の住人ら一人も残らず打ち落とさる。平家10代総伝の家人にて、昔のよしみを忘れぬことは哀れなれども、思い立つこそ多けなけれ。3日平時とはこれなり。
去るほどに小松の三味の中将これ森の京の北の方は風の頼りのことつても耐えて久しくなりければ何となりぬることやらむと心苦しゅうぞ思われける月に一度なんどは必ず訪るるものをと待ちたまえども春過ぎ夏もたけぬ三味の中将今は屋島にも追わせぬものをと申す人ありと聞きたまいてあまりのおぼつかなさにとかくして屋島へ人を立てまつりたまいたりければ急ぎも立ち返らず夏過ぎ秋にもなりぬ七月の末にかの使い帰り来たれり北の方さていかにやいかにと問いたまえば杉総来し3月15日の暁屋島を御いで総来て荒野へ参らせたまいて総来けるが荒野にて御ぐしおろしそれより熊野へ参らせおわしまし御世のことをよくよく申させたまい那智の沖にて御身を投げさせたまいて候とこそ御とも申したりけるとねり竹里は語り申し候来つれと申しければ北の方さればこそ怪しと思いつるものをとて引き数いてぞ伏したまう若君姫君も声声に泣き悲しみたまいけり若君の御目のとの女房を泣く泣く申しけるはこれは今さら驚かせたまうべからず日頃よりおぼしめし設けたる御子となり本山美の中将殿のように生け捕りにせられて都へ帰らせたまいたらばいかばかり心浮かるべきに荒野にて御ぐしおろし熊野へ参らせたまい御世のことよくよく申させおわしまし臨終少年にてうせさせたまいける御こと嘆きの中の御喜びなりされば御心安きことにこそおぼしめすべけれ今はいかなるいわきの狭間にても幼き人々を大仕立て参らせんとおぼしめせとようように慰め申しけれどもおぼしめし忍びてながらうべしとも見えたまわずやがて様を変え型のごとくの仏事を営み御世をぞとぶらいたまいける。